まこなこです。今回から任天堂スイッチ版の地球防衛軍3やっていきましょう。これは2021年10月14日に発売です。説明書はまた後日見ましょうか。これ名前書いておきます。セーブする場所を選んでください。では進めていきましょうか。まずセーブする場所、音声はないのかな。これは2013年、多分まあ Xbox360 ではプレイ済みなので、360だから2000年代だよね。どう考えてもね、10年より前ってことで、ちょっと確認するのを忘れたんですけど、今現在は2021年10月14日この日に任天堂スイッチ版が発売になってます。また PS ビータとかでも過去で発売されてるので、それがどうなのかといったところ、それの移植版とも言われてますので、すでに2の方任天堂スイッチ版遊んでるほか、 4.1 と5はすでにプレイ済み。さて操作方法はゲーム中いつでも変更できます。いろいろ設定方法、じゃあやっていきましょうか。ではとりあえずリバースにするぐらいに留めていきたいと思います。このあたりの設定も今ご覧の通り、まずは初戦、まず装備変更。まだこの時代陸戦兵なんだ。名前はアサルトとスティングレイかな。今はスペシャルウェポン、エクストラエレクトロパラライザー、これ多分ダウンロード版のおまけみたいなものか。ちょっとやっていきましょうか。最初に行きましょうか。ミッションを選んでください。異星人来たる。難易度を選んでください。難易度は初見ハードでやっていきます。これ最初からインフェルノいけるのか。作戦を開始します。行きましょうか。タイちゃん同じなんだろうね。4.1 は結構頑張ってやったので、この3はすごい楽しみだったんでね。360でやった時には全然ストーリーとか覚えてなかったので。信じられません。市街地上空に巨大な飛行物体が浮かんでいます。まるで SF 映画のような光景です。地球外からの訪問者、政府は彼らをフォーリナーと呼称。現在フォーリナーへの呼びかけが行われています。そんな名前だったね。彼らは友好的な隣人なのでしょうか、それとも。ちゃんと音声は2と比べて聞こえるようになってるけど、まあでも見ろ、本当に円盤だ。これは今動けない、カメラ向こうに合わさってる。信じられん、なんという光景だ。いいね、味方いるね。そうだよね、味方との共闘これからか。こちらストーム2、了解。訓練じゃないぞ、続け。今ストーム2って言ってたよね。じゃあストーム1の座をもらいに行きましょう。巨大生物です、巨大生物を発見。ちょっとまだ操作はおぼつかないけど。巨大生物とは何か。昆虫です、大きな昆虫です。こっちへ行きます。撃て撃て。どうだろう、射程どうなってんだろう。こちらレンジャー4、現在巨大生物と交戦中、応援を要請します。こちら本部了解した。届いてるようには見えないな。本部よりストームチームへ、レンジャー4が巨大生物と交戦中だ、直ちに救援に向かえ。ん、当たってるこれ。これどういう効果なんだろう。あ、でもなんかしびれてるっぽいね。動き止まってるだけ。敵の正体は不明、繰り返す、敵の正体は不明。効果があると思いたいけど、まあ動き止めてるだけの可能性もあるな。その間に味方が頑張ってやってくれる可能性もあるけど、こんな感じ。今回アーマーとか合わされた際どういう扱いなんだろう。でかい。なんかすごいの食らってるんだけど、いきなり援護しろ。どこだ今、手が離せない。後ろにいるね。撃て、敵を倒せ。一緒に続け。倒しました。全て片付けるまで油断するわ。次だ。おっと、なんかいきなりでかいのが撃ってきたような気がしたけど、なんということはないか。あ、なんかいけそうな気がするけど、そんなこと言ってたらダメなんだよね絶対ね。
あと1体なんだけど。死ね死ね。来るぞ。とりあえず武器も欲しい。来てるんだけど、みんな味方味方すごい遠くに行ってんだけど。仕事に行くぞ。あれ、ここら辺今いなかった。誰か倒したのかな。落ち着いて対処すれば問題ない。問題ないということで。うん、まあ4と比べるとやっぱりぎこちない部分もあるけど、それでも本質は変わらない。2の時も思ったけどね、本当に普通に遊べる。これどっちが行くんだろう、この味方。本部よりストームワンへ。現状砲は巨大生物と交戦中。援護に向かえ。まっすぐ来てくれるよね。あー、この公園あたりか。戦う準備はできています。よっさ、ダメだな、ついついジャンプしちゃいな。後方異常なし。敵来てる気配がある。まだ威力の減衰がない時代なので、遠くから適当に撃ってるだけでもなんとかなる。そして結構前の方味方がいる。手が届いてないと威力がうんぬんは何の関係もないけどね。やられました、被弾しました。これジャンプでいけるか。いけるね。なんのアーマー損傷。なんの撃て。もうダメだ、任せとけ兄弟。一人やられた。ちょっと待って、ちょっと待って。おい、くそ、殺してやる。あ、降りちゃった。ここからでは届きません。派手にやれ。よかった、よかった。素直に合流しましょう。来てくれてるね。いや、なんか頼もしい味方が。あ、向こうがなんかやられてる。一応体調やられてんだけど。あ、あそこら辺いかにも頭の上に三角が。これどうなんだろうな、回復するんだっけか、味方一緒に。しなかったこの時代。え、ちょっと待って、負けたれ負けたれ負けたれ、負けるわけにはいかんぞこれ。初手から負けるわけにはいかんぞ。あ、なんか後ろもいるんだよねこれ。早くなかった。あ、味方どうなってる。味方、あー嘘、つらい。アイテム取りに行けないなこれ。多少は武器取ったからいいけど、結構飛ぶね。なんか変な方向行ってしまってる。うん、まあ広いところ来たんで、もしかも左側戻っていいような気もするけど。危なかった。少しでも触れたらもうダメなんで。危ない。うん、まあなんかしびれるだけのような気がするな。となるとスティングレイとかの方がいいような。で、奥の方にまだ戦ってる部隊がいるけど、多分あれはまた別動隊だと思う。まあでも初見ハード一番難しいのは一番最初のマップだけっていうね、ところもあるからね。あとはもう武器さえ、あ、なんかたくさん出てきたな。武器さえ手に入ってしまえば。で、味方がいないからちょっと辛いんじゃない。ここら辺どうなんだろう、アイテムハード途中で倒されても多少なりとも手に入る状況なのか。やりました。弾丸の味はどうだ。相手待ったはず。何倒されてんの。親父がやられたぞ。親父だったんだ彼は。お見事、任せろ。援護頼む。来ない方がいいかこれは。敵位置を撃破しました。くらえくらえ。どうしよう、新入りがやられた。まあまあまあ、こういう風に敵の動きを止めて。なんでこんなとこ引っかかってんの。あとは頑張って下がっていきましょう。残り一人、頼もしいね。残り一人が倒されないように戦っていかなきゃいけないんだけど。リロードする。いい感じにおとりになってる。今は自分が撃ったと思う。後ろの敵は任せろ。一つやりました。飛んでったんだけど。勘弁して。
どうなんだろうな、あと一発食らったらダメなのかこれで。もうそろそろ最後の場所まで来るので曲がりましょう。だがこの敵の動き止める、これは悪くはないかもな。使いどころちょっと難しいのと、とっととバズーカーで倒した方が早かったんじゃないかっていうね話はあるけどね。あとは引きながら撃ってればなんとかなんじゃない。まあ初見ハードで問題なく勝てるんであれば一番目をねクリアしたようなもんでしょう。アイテム取りに行きたいけどな。あまりアイテムを取るために最後の1体残すみたいなことはやらない方向で、まあ暇だったらやるかもしれないけど、あまりそういったことで時間を使いたくない。でもし明らかに勝てないようなところが出たら難易度下げて一旦クリアして先のシナリオ行くか、それともどこかで稼ぎをやるか、2択で、まあ、50とか100とか HP 耐久増えるまでやるか、それとも先のシナリオ武器手に入れるまでやるかとか、そこら辺は検討したいと思います。うん、こっちがいるんだよな。こういう時バズーカーがないのが辛い。さてあと数体、危ない引っかかってる厄介だなこれ。こういう時に壊せないのがやっぱり良くないね。素直にスイングで持ってきた方が良かったかも。あとは無事クリアだけど、アイテム全く取れなかったな。全くではないけどもうちょっと取れても良かったんじゃない。さて武器、アーマー大量、リバースガン、グレネード、ミサイル、早くも来てるね、ME3。ミサイルで行きましょうか。またアサルトも、ちょっと強めのものが、手に入ってるような気がします。うん、ダメージが26、射程距離も伸びている。どうだったんだろうな、エレクトロ、パラライザー。まあ、しびれでね、パラライズだからね。ダメージはゼロだった。なるほど。じゃあもうあとミサイル、エメロードぶっ放してクリアまで行きましょうか。ではさらに進めていきましょう。では続いていきましょうか。2話目、もう強い武器手に入ったので問題ないでしょう。見てくださいあれを、巨大生物だ。ロックオンないのか。エンジェル6から本部へ、巨大生物です。巨大生物が現れました。奴ら人間を襲っている。行くぞ、ついてこい。行くぞ、来い。よーく狙え。なるほどね、ロックオンは4作目からか。巨大生物が市民を襲っているらしい。発見次第殲滅しろ。やったぞ。で、これ発売ちょっと確認したところ、2006年ちょうど15年前となってました。飛行物体は不明だ。飛行物体には攻撃するな。結構ホーミング性もいいので、あとは狙った敵一旦倒れた後にまた同じ敵狙うかどうかでね、2作目の時はそういうような状況が多かったのでちょっと辛かったんだよね、その辺り。ロックオン武器がね、使い勝手が悪かった、うん、結構即座に倒した後別の敵に向かってくれていたのでこの辺問題ないと思う。どうなんだろう、一発かな、ちょっと見えてないけど。どうすればいいんだ、自分で何とかしろ。あ、向こうがちょっと早くない、隊長やられるの早くない、いつも当たってないのかな。そして当たってない可能性あるぞ。危ない危ない、やられるのは早くない。
アイテムどこにあるか分かんないのと、今目の前にいたら全然気づかなかったら。やった。危ない。一つやりました。ミサイル撃っても敵が消える気配がないんだけど。あ、ようやく消えた。あ、何ミッションクリア、もうパッと早すぎないかそれは。あ、もうちょっと、もうちょっと待ってもらいたかった。武器、アサルトライフル手に入ってるね。またミサイルも、チタニア、誘導ミサイル。誘導キャノンかな、今のは。ちょっと見てみましょうか。これ、アサルトは、簡易のバージョン。弾数少ないけど、ダメージが高い。一方、ミサイルは、弾が5。うん、威力が弱い。だから、リロード時間も長い。だけど、どうなんだろうな。精度は良さそう。有効射程距離がある。ちょっと面白そうなので、これやってみましょうか。では、さらに続けていきましょう。では、さらに続けて、第3話、被害戦いきましょうか。難易度を出撃します。おっと、ここで操作説明が。巨大生物が市民を襲っている。各隊、巨大生物を探し、殲滅せよ。あ、これ、かっこいいんだけど、重いんだけど、すごく。え、重さの概念あんの？マップを確認しながら敵を探してください。うん、ちょっと待って、これ今別にふざけてるわけじゃなくて、単純にあれ、これ何、なんかゲーム重いっていうだけじゃないの？違うよね。巨大生物が何か吐き出しています。ジャンプの威力も減ってる。威力というか体液か、高さが。アーマーが溶ける。いやでもこの武器面白い、このフォーミング性。何何これ、面白いんだけど、多分ソロ用じゃないと思う。特に高難易度だと。巨大生物の体液は強力なサンダー。いや何、使いたいよこの武器。なんでこんな面白い武器をここまで使い勝手悪くしちゃうかな。なんだこれは。味方と合流したいけど。うん、打ち上がってるね、打ち上がってる。かっこいいんだけど。当たってないんだけど、敵に。こちら本部。相手も落としたぞ。これ、その移動が、ちょっと、すごい、動きが、緩慢というか、これ、今、右に曲がる際に、すごい、時間がかかってた。まあ、今回、これで倒して、何度か終えて、また次のシナリオ行きたい。右側に味方がいるはず。助けてください、助けて。うーん、後ろに下がるのも苦労だし。やられそうか、これやられそうか。ちょっと待ってくれよ。こっちへ来るぞ。やられた、サンを食らった。助けて、助け。うーん、アイテム取りに行きたい。あー、ちょっと今浮かすか浮かすか、これ引っかかってる。こっちへ来るぞ。あれ、左側1体ぐらいは倒してくれると思いたいけど、んー、どうやって合流するかな。うん、こっち側のミサイルで倒してる。飛んでるね。いやー、ちょっと説明見ないとね。多分重さに関して書いてると思うけど。こっちだ。あ、これでも速くないな。うん、なるほど。5発分貯められてるんで。リロード遅いけれども、悪くはないと思う。敵がたくさん来てるように見える。そうでもないか。いや、たくさん来てるな。どうなんだろう、撃つ場所いろいろと変えた方がいろんな敵に向かって行ってくれる可能性がある。来い、撃ち殺してやる。うん、まあ見た目はかっこいいけど、ちょっと当たってない弾も多いので、実際そこまで強くはないんだろうけど、これ上位のが来てちゃんと自らも動き移動とかできるんだれば魅力的に感じるな、これは。なんでこの武器、続編に出なかったんだろ
まあ続編はこういう重くなるってのが基本なかったような気もするんで、5に関しては何かしらのね予備のパーツとか尽きると重くなったりもしたけど、重くなった気か遅くなった記憶はあるけどね、あまり覚えてない。5作目も結構やったけどね、インフェルノで全部クリアとか。撃つぞ、やってやる。うん、あれアイテムは回復、目の前は目の前も回復っぽいか、回復だな。味方と合流したい。これ登れないの、ひょっとしてこの公園登れないんだけど、ジャンプがこの低いので、あ、いや公園登れる場所見つけた。いやーこれー、あ、なんか奥にも味方いる、今出たんだと思う、思うんだけど合流できるんじゃないかな。あ、でもこれ有効射程あるっていう話だったから敵に寄らないとダメかも。回復かで味方は、うん、仲間にできそう。あー遅すぎるすごいテンポの悪いゲーム性になってしまってるけど今。よく来てくれました、指揮下に入る。行きましょう、どんなもんだろう。一応敵に向かって動いてるようには見えるけど、敵を探しましょう。うん、なんか途中の高台で全て抑えられてるかのような。ここら辺は壊せる、いやー壊せないか、いや壊しきれるか、大丈夫か。気づかれました、うん、敵攻撃当たっている。いやこれはいいわ、ロボットアニメ的なねミサイルの飛び方。ここら辺一人いなかった、いたいた。スナイパー配置につきます。うん、やっぱり仲間との共闘はいいよね。自分はオンラインやらないんで基本 NPC との共闘になるけど、当然オンラインでも遊べるようなゲーム内容になってるんで、どうなんだろうな、今の段階で2作目どれだけオンラインで協力プレイできてるのか気になるね。あー前の方にもいるし右側にもいるしで、あー危ない危ない、ちょいなんかやめて、自爆して終わりそう。あーなんかいいね、たくさん味方がかっこいいかっこいい、共闘してるかのような。敵が来るぞ、なんか回転の方がいいか、回転の方が多少速そう。ちょっとね、うん、回転できないことが多いんだよねこれね。決めてやる、命令を。さて前の方フォローしながら、だから前に行かないな、今前の方倒した。あと昔はこの撃った際にミサイルとか地面に落ちるとかいうことはないので、ミサイルがこの点いいよね。5作目が特にそういう武器が多かったような気がする。4もそんなことになった記憶が全然ないので、5だけが明らかにおかしい。ちょっと1人だけなんか後ろの方に取り残されてるみたいがいるけど、別にいいでしょ、ここで仲間にしなければ次のシナリオ出てこないとかね、そういうのあったらなんだけど。敵が来るぞ、斜め難しいな、斜め回転が、あと回転になる。倒したぞ、弾切れだ、援護頼む。武器が手に入らない、これ全部仲間になった後敵が来ます、敵大量に来るんじゃない。合わせんか、近づいてこい。あ、なんだ、終わったのか、全部仲間になってっていうね。あと何かあるかと思ったけど、これみんな上見てんね。ということで、あ、 MLRA、 またミサイルが手に入った。操作方法にはノーマル操作、では装備変えましょうか。武器を選んでください。ちょっと説明見ると、装備するだけで総力が低下って書いてあるね。で、MLRA。
常に誘導旋回を続ける。誘導性が増している。だが弾数10でダメージ32、今のがダメージ40だったので、でもこれ分裂するからどうなんだろうな。一発40とすると400のダメージ通ってた可能性がある。まあ当たってなかったんでね。なんだけど、ではさらに続けてやっていきましょうか。では次行きましょう。ステージを選んで4話トリクルモの難易度を選んでください。出撃します。今メッセージでレンジャーって言葉も使われてましたね。陸戦兵とレンジャーというワードが続け並列して使われてるかも。いいねいいねこれ。巨大生物は人間を餌としているようだ。人を食う巨大生物の大群、放置しておくわけにはいかん。総員、巨大生物を殲滅せよ。正面だ。威力はどうだろう。数発で倒してるように思う。ここに何これ味方、あそっか仲間になってないんだ。弾が切れた。なんか弾は切れたことそして死ぬな。すごいシンクロしてたけど。これじゃどうだ。戦闘に備えろ。下手な。ちょっと助けて。倒しました。うん、弾がない。弾をくれ。弾切れだ。おい援護を頼む。俺に任せろ。締めらえ。おい、まあ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 悪くない悪くない。でかい。隊長に続け。誘導性とかちょっと確認しましょうか。誰か逃げを守れ。全て片付けるまで油断する。天よりストーム1へ。レンジャー4は巨大生物と交戦中、援護に向かえ。もうこの段階で我々ストーム1になってるのかな。巨大来るぞ今だ。隊長いるね多分。頭キャップ赤なんで隊長でしょ。敵が来るぞ。あれはどこだ、どこタワーだっけかな。あのタワー少なくともスカイツリーではないんでね。これ発売された段階では存在しないんでね。ロッカーだった。ちょっと待ってちょっと待って、良くない良くない。援護を頼む。アイテムアイテム。ちょっと危ない危ない。うん、目の前目の前。しっかりしろ。あ、何、味方どこまで行ってんの。後ろに注意しろ。味方味方どこまで行ってる。結構前まで行ってしまってるな。いいね武器出た。だから1話1話が短いので、まあ、多分昔のコンピューターというかゲーム機の性能の問題もあったんだろうね。なんか今味方倒れてたの見えたけど、この人、あーでもこの人あれだ、隊長だ。隊長だけが生き延びてる。あーでも奥に味方が今現れた。これを助けに行こうということか。来るぞ正面だ。飛んでるね隊長も。ここら辺は仲間になる。うん、下がってきてくれている。指揮下に入ります。後ろだ。後ろに取れるな。ここまでか。指揮下に入ります。あともう一人。全ての敵を殲滅せよ。自分がそうなんでいいのかな。この隊長のことじゃないよね。さすがに隊長は隊長、隊長をボケとしてんだけど、仲間にならないと扱いにくい。あ、それでも問題なく、うわーこれ大量に上いるね。とはいえ届かないでしょ。もう夜前に全部倒してるほぼほぼ。うん、崩れた。隊長が置き去りになってるけど。やった、倒しました。敵一撃破。俺がやったぞ。この自分 XBOX360 でやった時にはずっと遠くでミサイル撃ってラスボス倒してるような記憶があるんで、今回のプレイも多分こんな感じになるのかなっていうね。やっぱりミサイルがね楽しかったりするんで。ここからでは届きません。この動きを見るだけ。ああちょっとちょっとなんだあれは。撃て対象に続け。援護しろ。うん、まあこれ珍しく目の前からカメラアングル、このアングルあまりないけどね。
上から来るんであれば、開くのか、あれ隊長の下に落ちるんじゃない敵大丈夫、倒せるのかな、隊長は自分に戦わせてください。見えてないな。押せなさそうか、どうなんだろう。巨大生物が降下してるぞ。届きません。当たってない可能性があるな、そもそも。玉見ろ、手を貸してくれ。うまいぞ、俺に任せとけ。俺がやったの味はどうだ。どうなんだろう、どうなんだろう、これ撤退するかな、してくれそうにないか。よくないよくないよくない、リロードリロード、倒したぞ。命中、俺がやったぞ。よし、を撃破、やるじゃねえか。さすがだぜ。真下に入り込みましょう。助けて、俺に任せろ。弾訴訟、弾、弾だ。あ、いや違うの、いなくなってる、これ。やられました、やったぞ。誰か弾訴訟。あ、ぶぶぶ、やった。味方今助かった。多分上いなくなってるんで、もう撤退してるはず。死ねえ、やるな。あと武器取っていきたいけど、武器どこだろう、あんまり見えてないんだよね。よし、どこだ。援護しろ、任せとけ戦友。アーマーはそれなりに見つかる。まあもうミサイルそれなりに整ってるから、もう武器なくてもいいかなとか思ってたけどね。これ以上は援護しろ、正面いけるでしょ今の先生で。俺に任せとけ。これでどうだ、敵を撃破。こっちも負けてもどうだ。やったぞ。こんなこと言ってて大ぽかしそうだから、倒しました。強いな味方、頼もしい。ここからでは届きません。こっちへ来るぞ。倒したぞ。やったな。さて、あとは、うん、全くだ。武器が、あ、でもちょっと遠くに見えるような気がするけど、援護してくれ。あれを取りに行くかどうか。無理だ。もう倒し終えるんだれば倒してしまいたいけど。緊急報道です。フォーリナーは世界中に巨大生物を投下しています。巨大生物は人間を襲いながら移動しているとのことです。指定された危険地域にお住まいの方は誘導に従い避難してください。これ声は4と同じなのかな、なんかそんな感じ。ということは生き延びたってことか、このアナウンサーみたいな人は。無事クリア。まあ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 、問題なく。ショットガンとアシストツール、エリアルサーバー、あ、なるほどね、回復系ね。スペシャルウェポン、オーロラテラライザーあー、どうするかな、使うかどうか。ではまた続けてやっていきましょう。武器を選んでください。では装備、武器は2つまで装備することができます。テクニカル、なんだっけか、テクニカルなんたらかんたらってのはどこ行ってた。ミニッツシールド、シールド武器、あれか、防具か。テクニカルなんとかってのは、あれ今手に入ったと思ったけど、なさそうだね。じゃあ、エメロードか。エメロードにしときましょうか。なんだろうな、他のパーツ装備、あ、ひょっとしてあれか、これ他の、ヘイルウィングの方の武器も手に入ってるっていう。あ、そんなことはないか。うん、まあ、このまま行きましょう。ステージを選んでください。うん、さらに難易度を選んでください。地上の戦い。出撃します。うん、火炎放射あるね。空軍がフォーリナーに対する攻撃を行う。それの敵は任せて、我々は巨大生物を殲滅する。巨大生物との接触になるぞ。勇敢に戦え。進め。この辺仲間にならないね。一発で仕留めてやる。敵が来ます。左側にも味方いるんだよね。だが両方助けるよりかは左側はもうお任せした方がいいか。敵が来ます。近づいてこい。もっと引きつけるんだ。弾が無駄になるぞ。同じところに合流してくれればいいけど、一応まっすぐ援護向かいたいけど弾が曲がってしまってる。ソリナーに対する攻撃が開始されようとしています。
どこだどこだ。 EDF は全戦力を結集しマザーシップへの攻撃を行います。うん、楽しいね。人的にはね、もうすごい楽しみにしてたからね、これね、何作目はいつかやりたいと思ってたから、こういう形で遊べるのはありがたい。どうなんだろうな、ミサイル射程距離ないのかな。昔そのラスボスをずっと遠くでなんか狙って倒した記憶があるんだけど、うん、射程がなかったからそういうことができた可能性が。よっさ、来い、撃ち殺してやる。目の前、ウェポンあるね。フォーリナーのガンシップが現れました。空を覆うような数です。リロードする。あれ採用か、普通に。敵は射程外です。来るぞ、来るぞ。あれ、アイテム取った。敵が来るぞ。音楽いいね。音楽がなんか盛り上がる感じの音楽になってる。落ち着いて対処すれば問題ない。よっさ、敵が来るぞ。うん、また京都タワー復活。いやでもちょっと京都タワーとはまた形状が違うような気がするんだけどな。一方的です。 EJ24 戦闘機が次々と撃墜されていきます。別の場所での戦いかな今の話は。ここに敵の飛行船がやってくるとかではないのかな。撃ち続けるだ。了解。リロードする。援護してくれ。自分が援護させ。敵が来るぞ。今手が離れない。制圧来るぞ。装填。油断するな。相談不良。いいね、今回武器がたくさん出てる。弾を無駄にするな。あと一体あれ倒すおしまいかな。倒した、終わりではない。油断するな。くれくれ。来るっぽいね、多分上から。ん、どうなんだろう。目的の場所に到着したら敵が来るのかな。音楽変わった。空軍は壊滅だ。ガンシップがこっちへ向かっている。総員退却、急げ。そうじゃない、急げ、逃げろ。死ぬ気で走れ。おい、置いてかないでくれ。どこだどこだ。 E 体系を維持。よっしゃ、戦います。隊長、逃げろ。さあ、こっち側。空軍が壊滅した。ガンシップが来るぞ。あ、なるほどね。ガンシップあれか。皇帝じゃないわ。こっち側か。敵のガンシップが来るぞ。すぐに退却しよう。はい、味方、ちょっと味方下がっていってんだけど。アイテム取れそうにないね。こういう。ストームからストーム1へ。撤退中のレンジャー25が敵ガンシップに捕捉された。すぐに救援に向かえ。どっちだの？行かなきゃダメなの？あ。こちらか、奥の方だな、多分。敵を撃破。全然撃ち尽くした。リロードする。くれ。さあ、なんの。自分撃つわけにはいかない。危ない危ない。やられました。うわ。当たってると思いたいけど、どうなんだろう。当たってない可能性もあるんで。ストームワンが救援に向かった。うん、いたいた。来てくれたな。両方ともか？これ仲間になってる？レンジャーズ5、了解。うわあ！ストームワンが敵と交戦中のようです。リロードする。援護に向かう許可を。イエスさん。許可する。ただしストームワンの援護に向かえ。お、なんか援軍来るみたいな話になってる。やった！やった！援護しろ。展開しろ。よし。イエスさん、敵が来るぞ。このまま近づいてこい。から一斉に撃て。向こうが全部行っちゃってるから。あなた遠くでミサイル撃ってるだけで。リロードする。終わりそうだね。うに街の上を円盤が飛んでるんだ。早く何とかしてくれ。アイテムはこの辺り何かな。してやる。来るぞ。もっと引きつけるんだ。弾が無駄になるぞ。よく寝れよ、よいさ。さあ、イエスさん、送電果たしました。命中。その調子でやれ。
あらかた終わってるアイテムがこの辺りあったと思ったけど、あったけど回復のみ。あと1体倒し終わった。完全に武器の選択の勝利だと思う。ちょっとこれ取りたいな。取った音聞こえた。さて、スペシャルウェポン、あ、ライサンダーが手に入ってる。持っていく武器はステージを選んで。次またストラの敵か。ガンスプなので今の武装でいいでしょう。もしくは武装ちょっと変えましょうか。武器は NLR2 に。では続けてやっていきましょう。では6話目いきましょうか。難易度を選んでください。出撃します。さて、ミサイルは最も視界的を今追尾するみたいなこと書いてあったね。生中継です。見てください。市街地上空を浮遊するマザーシップから小型艇が発進していきます。あれはガンシップです。フォーリナーはガンシップによる攻撃を開始するつもりです。すごい数のガンシップが今飛び立とうとしています。ということでいきましょうか。あ、まだ敵いないね。大丈夫、自爆しそうで怖いんだけど。マザーシップからガンシップが飛び立つぞ。来るぞ。遠くで仲間にできる味方はいない。任せてくれ。こっちへ来るぞ。やる。敵が来ます。こんなクソどもに思い出すな。俺に任せろ。突撃だ。敵は向こうだ。リロードする。戦闘用意。なんて勝つだ。玉切れだ。来るぞ。正面だ。これ場所良くないんでね、ど真ん中だから。まず援護する。援護しろ。隠れながら攻撃できる場所あればいいんだけど。やるじゃねえか。援護する。特にないね。敵は全て倒れてもくれ。さあ、エルサー。敵は射程外です。装填する。しっかりしろ。援護を頼む。援護するぞ。弾をくれ。どうなんだ、この辺りから撃ってくれるんじゃないの。来るまで。するな、するな。敵が大きすぎる。弾はどこだ。後ろを守れ。うん、またアイテム見つけたら取りに。数少ないね、今のところ。倒しました。それだ。弾だ。弾切れだ。援護頼む。今は無理だ。無理だ。武器発見。カバーしてくれ。聞いてるぞ。任せとけ。撃て撃て。任せとけ兄弟。しない。次が来るぞ。来い。来るぞ。来い。ここからでは届きません。もっと引きつけるんだ。俺に任せろ。弾が無駄になるぞ。撃てぞ。正面だ。こっち行くぞ。派手にやれ。了解了解。さて、またここで反射しろよ。ほんで撃っときましょう。来ます。敵が来ます。突撃だ。来るぞ。よし、反射しました。なるほどね、こちらの近いってことか。行け。自分に任せてください。邪魔しない。リモートする。アイテム発見。行きましょう。弾がない。一発で決めてやる。まだまだ難しくはないね、全く。エクソ。クソ。アーマー損傷。かといって初見インフェルノとかやりたいとは思わないんで。よし。でも今作に関してはインフェルノをクリアしたいなって気もするので、一回ハードでクリアしてまた時間ができたら6が出る前にやってみたい気がする。弾を無駄にするな。エクソ。だがやるとキリがなくなりそうだからな。回復まだまだするのかな。大丈夫これ。倒し終わってるはず。 B 隊形だ。了解。自分に戦わせてください。隊長、敵を探しましょう。敵が来ます。来るの。ビビるなよ。うん、アイテム発見。多分これがラストウェーブでしょう。街の上を円盤が飛んでるんだ。早く早く何とかしてくれ。その強さを見せて。うん、味方が多分強いんだ。ああ、これ真ん中の真ん中のポジションがなくなってる。くそ、苦しい。倒しました。援護する。助けてくれ。頭隠さず尻隠すみたいな感じになってたけど、
俺が倒す。隊長がやられた。ああ、隊長やられた。助けに行きましょう。ソーテがやられた。どこだどこだ。というかこれなんだろう、攻撃そんなに激しくなってるってこと？どうだろうな、隊長やられた。舞台を。今のは自爆しそう。あー今かきついた。かきついたんだけど、ちょっと待って、ちょっとこれ良くないな、良くないな。大丈夫か、やられた。諦めるなよ隊長。弾はどこだ。あーここ助けを求めてる人がいるんだけど、一緒に行けない。あと一人生きている。まずい、弾が。なんであんな変な方向飛んでく。これ倒して。いや敵の姿こんなたくさんあるのに。あー全部倒された。感謝します。感謝されたが、異邦人の歓迎パーティーだ。まあまあまあそれでも一人だけ生き残っててなんか申し訳ないけど。あと少し。うん、倒し終わった。まあ問題なく。オイラで問題があっても困るけどね。全部で何話なんだろうな。スナイパーライフル MMF42、 多分弾数が多いものかと思うけど。ノーマル操作とテクニカル操作の2種類。では次のマップ、敵を下ろしてくる円盤を撃墜しなければいけない。なると、武器は2つまで装備。ロケットランチャーがまだ入ってないんでね、新しいのがね。フライサンダーが550、 MMF42 が270だが、リロードとか考えるとこ違うのがいいのかな。アサルトいらないような気するな。あとこの時代確か二丁持ちができたような気がするので、二丁持ちでもいいけど、うん、エメロードで行きましょう。ステージを選んで行きましょうか。難易度を作戦を開始します。さて乗り物も使わない方向でやっていきますので、この映像を見てください。これが巨大生物を。バルガみたいな何かイベントね、常温に出てくるような敵であれば使うかもしれないけど。現在世界中で300機以上を確認。恐るべき大戦団です。このまま円盤が巨大生物を投下し続ければ、世界は巨大生物で埋め尽くされてしまうでしょう。何としてもあの円盤を撃墜しなければなりません。さて味方はいるかな。異星人の歓迎会だ。派手にやれ。これはこのくらい失敗しなかった今。スナイパーの、あ、なるほどね、ボタン分かった。来るぞ。あれ以前どういうような設定したかな。設定と今違うような気がするから。あ、撃っちゃった撃っちゃった。円盤の表面は特殊なシールドに守られており、破壊するのは不可能です。現在弱点の分析を進めています。まだいけそうか。いい、吹いた。だからまあ、倒し終わってんね。前の方で味方も戦ってくれてるしで。危ない危ない。本部より各員、敵大型円盤の装甲は厚く、我々の武器では損傷を与えることはできない。だがどんな強靭なものにも必ず弱点はある。弱点を探すんだ。うん、2発か。ナイパーで一体一体狙っていった方がいいか。一発だよねこれはね。さてアイテムも回収していきたい。
多分前の方で全部味方戦ってくれてると思うので、それでこっちが来てないけど倒されたっぽいな。本部より各員へ。大型円盤の弱点が分かった。大型円盤の弱点は下側にあるハッチだ。今さらって感じの話になってるけど、繰り返す。大型円盤のハッチが開いた瞬間を狙え。あるけど倒していかないと。敵は遠のいていく。これ制圧力ないぞこの武器。うん、辛いものがあるね。うわー、敵ずっと奥にいるから。ロードのままじゃあ良くないってのは分かっちゃいるんだけど、これで終わりが来るのかどうか。まあそれでもある程度制圧できてるか。おいね、ずいぶん遠のいたね。敵の数が少ないうちはミサイル放ちながら移動していきましょう。見えてないね。うわ、開いてる開いてる。まで左側かかってるのか。敵が遠くにいる間これ寄ってきてくれてるんであれば助かるけど、今ミサイルが上の方行ってるんで。倒しきったかな。おしまい。どうだったかな昔の操作。今上の方の L ボタンでこのズームやってるんだけど、こうじゃなかったような気がするんで、一旦変えないと。全然攻撃当たってないぞ今の。勘弁して。こうなるともう一個の方がいいかってなるよね。 MLRA の方が。うん、下手くそ。うん、問題なく。アイテム奥に1個見えてはいるんだけど、あれ取りに行くの大変そう。だから行けるか。あと残り1体。結構回復出るね。ミッションクリア。これだけでも取りたい。疲れた。レスキュードレスキュードローンか。ドローンか。面白そうだね。どんな感じになるんだろう。ために武器を選んでください。武器は2つまで装備することができます。ドローン、医療カプセルを積んだ無人機か。なるほどね。倒れたプレイヤーに向かって飛行する。ということは今回自分のプレイは関係なさそう。
次はまだまだ地上だが、これ巣があるのかな、どうなんだろう。円盤の話は出てきてないのと、絵には描かれてないから円盤来ないと考えるべきか。いやそんなわけにはいかないか。素直にスナイパーライフル。ではこの続きまた次回やっていきたいと思います。続き興味ありましたらぜひチャンネル登録して次回以降もご覧いただけたら幸いです。ではでは。